トニー・アタナシオはアメリカ合衆国出身の弁護士、スポーツエージェント。主にメジャーリーグベースボールを中心に手掛け、イチローや佐々木和弘といった日本人選手の MLB での契約に携わってきたことで知られる。2000年からはイチローの代理人を長年務めた。現在は高齢のため仕事を控えていると見られる。 コネチカット大学で野球とサッカーをし、サッカーでは、全米選抜、野球とサッカーの両方で、ニューイングランド選抜に選ばれるなどし、一時期プロとしてプレーもしていた。会計の修士号を取る一方で、ウェスタンステート法律学校にも通い、学位を取得。プロスポーツ選手のマネージメントを行う、ADA ファイナンシャルを設立する。ADA ファイナンシャルはクライアントである。 プロスポーツ選手に対し、納税や法律に関するアドバイスなどを提供している。最大の顧客は、一郎で契約の交渉のほか、通訳や肖像権管理なども手がけていた。対応する顧客は、MLB の選手には特段限らず、監督やコーチなども手がけている。最近では、一郎のサインボール、サインユニフォームを量産販売している。ありがとうございます。